西南戦争は明治時代の日本で最大の内戦であり、西郷隆盛を指導者とする反政府軍と明治政府軍との間で激しい戦闘が繰り広げられました。西郷隆盛の指導する反乱軍は一時的に成功を収めるものの、最終的には政府軍に敗北することになります。敗北を喫した西郷隆盛は自決の道を選びましたが、残された兵士や士族たちの運命はただの敗北にとどまりませんでした。政府は戦争の影響を抑え、反乱の余波を断つために厳しい措置を講じることにしたのです。そして彼らを待ち受けていたのは北海道への流刑でした。未開の地となっていた北海道へ島流しにされた彼らの過酷ともいえる生活とは、ここでは西南戦争で敗北後、国事班として北海道に流刑された敗者の悲劇的な物語を紹介します。1880年11月28日この日、幌内炭鉱から採掘された石炭を本州へ輸送するための手段として、北海道開拓市の運営のもと、幌内鉄道が手宮現小樽市から札幌間で開通しました。これは新橋横浜間、大阪神戸間に次いで日本で3番目の鉄道になります。蒸気機関車は26トンのアメリカのポーター車製で、自動ブレーキを備え、前部にはカウキャッチャーをつけ、ロート型の煙突から煙を吐き出しながら、トイレ付きの3両の客車を牽引して原野を駆け抜けました。蒸気機関車が走るその勇姿に道民は度肝を抜かれました。ちなみに現在の函館本線小樽岩見沢間の起動式は、明治時代最初に作られた幌内鉄道の跡を改良し発展させて使用されています。鉄道という文明科学の最先端技術が導入されたといっても、当時の北海道は未開の地という印象が強く持たれていて、内地から見ればまだ蝦夷地の感覚が色濃く残る土地でした。1873年10月26日幕末から唱えられていた武力で朝鮮を開国させようとする政官論争に敗れた西郷隆盛一派でしたが、政府に見切りをつけて矢に下ることになります。西郷隆盛の政官論に対して賛成していた江藤新平は郷里の佐賀に戻り、札幌の発展をめぐって意見の対立から、当時長官だった黒田清隆と対立して、開拓使を追われた島義武らと意を通じて、初代内務卿だった大久保利通を打倒するための密約を結びます。この密約が結ばれたことが、翌年1874年佐賀の乱が起こることにつながります。その結果、佐賀の乱でクーデターを起こした江藤新平ら反政府側は鎮圧され、大久保利通の意見により断首され、その首は晒されました。江藤新平は明治時代の司法制度を創設したのですが、そのために作られた法律によって裁かれるというのは、まさに皮肉としか言いようがありません。佐賀の乱を終えて政情が安定するかと思われましたが、さらに不安定となり、1876年に熊本県熊本市で新風連の乱、同じ年に山口県萩市で萩の乱が立て続けに起こり、1877年2月には九州を中心に西南戦争が勃発するのでした。この戦いは新政府と西郷隆盛など政府に不満を持った士族の最終決戦であり、まさに最後の内戦にふさわしい激しい戦いとなりました。この戦は当時の錦絵を飾ったトップスターが総出演し、有栖川宮親王、西郷隆盛、岩倉具視、大久保利通など、そうそうたる顔ぶれが勢ぞろいしました。明治政府の存亡をかけたこの一戦、7ヶ月の攻防の末、勝利した新政府でしたが、インフレ、物価高など、戦後処理が重くのしかかりました。経済の立て直しが直近の課題として直面しましたが、当時の日本は重化学工業が発展しておらず、国内産業においても大きな活性化も見込めず、増税によって税収を増やすにしても限界がありました。
その上、西南戦争をはじめとした内乱で捕まった賊徒と呼ばれた国事犯の数は、明治維新から西南戦争が終わるまでの10年間で4万3000人余りまで達していました。明治政府は国事犯の処遇についても頭を悩ませていました。そういった危機的状況で明治政府が目をつけたのが、当時開拓して間もない北海道だったのです。西南戦争が終わって7ヶ月後、元老院で全国の在州、主に国事犯を特定の当所に流して総長時間とするという決議がなされています。この特定の当所とは、言われるまでもなく開拓して間もない北海道のことであり、同時に内務省も元老院に対して具体的な政策を提案しました。それは、内地から遠く離れた北海道に罪人を送り込み、刑期が満了しても内地には返さず開拓事業に従事せよという国事犯に対する隔離政策を進言するものでした。刑期の種類についても徒留刑を新たに設け、徒刑は当地に送り条約に服す、無刑は現地の人屋に幽閉し条約に服すと、それぞれ定められました。明治政府は罪人の集団隔離政策を積極的に進めました。その理由は、一日も早く大量の国事犯を北海道に送り込み、開拓事業の労働力として使役させることが得策だと判断したからです。罪人に対する刑罰、隔離、開拓という一石三鳥を狙った政策だったわけです。北海道へ送る罪人は懲役12年以上の重い刑罰をかけられたものが多く、東京、宮城の州事館や兵庫、三池監獄に一時的に留置し、100名から200名の人数が揃ったところで回路を使って北海道へ島流しにしました。北海道開拓は州都をもって始まったと言えます。北海道開拓の初期には国事犯を収容する琉慶監獄から始まり、州都の労働による成果が国庫の歳入に貢献すると同時に、危険人物の隔離にも成功しました。そして北海道を囚人によって開拓する政策が軌道に乗ると、囚人使役に対する扱いが過酷さを増していきます。1885年、大上官大書記官の金子健太郎が北海道を視察した際、その報告書として三権巡視含命書を政府に提出しましたが、国家による囚人使役の実態を余すことなく示していました。要点を要約したものは以下の通りです。線路中には十数里に及ぶ密林を伐採しなければならない場所や、険しい山頂を平坦にしなければならない場所もあって、谷地の排水が必要な場所もありました。このような困難な作業に通常の工夫を用いると、その労働に耐えられない上、賃金が非常に高くなるという状況があったため、州時間の州都をこの作業に従事させることにしました。彼らはもともと暴力的で凶悪な州都であるため、その区域に倒れることがあっても通常の工夫が妻子を残して骨を山野に埋めるような惨状とは異なります。国庫の支出が増加している監獄費用の削減が求められている状況では、州都を必要な工事に従事させ、その労働に耐えられずに倒れたとしても、その人数が減少することは監獄費用の支出を抑えるために必要な策と言えます。北海道では通常の工夫の賃金はおおむね1日40銭ですが、州都はわずかに1日18銭を得るだけです。州都を私役することで、開墾費用における工夫の賃金の半数以上を減額することができ、まさに一挙両得の策と言えるでしょう。この覆命書こそが北海道における囚人私役のバイブルとなった報告書なのです。月形町には町営墓地に隣接して囚人墓地が作られていて、過酷な労働などで命を落とした1022人の遺骨が埋葬されています。他の囚事官の死者数ははっきりしていませんが、カバト囚事官の囚人だけで1000人以上が命を落としたことを考えると、作業中に命を落とした囚人の数は半端な数ではないはずです。北海道に送られた国事犯の数は約2万人とも言われています。政府に反発してクーデターを起こしたことによって捕まった国事犯は約4万3000人、
そのうち西南戦争で捕まった者は3万人を超えると言われています。島流しを受けた囚人が作った道路は囚人道路と呼ばれ、暗いイメージがつきまといますが、それを最も象徴する道路は国道12号線と39号線の中央道路です。北見市の近くには丹野町という人口4000人ほどの町があり、稲作の地として農事関係者に知られているこの町には鎖塚が発掘されています。この塚は中央道路の工事で朽ち果てた囚人が道路に打ち捨てられ、供養もされずに鎖をつけたまま埋められていたのを発掘し、鎖塚と呼んで供養したものです。過酷な作業にもかかわらず、彼らは疲れた体を横たえる丸太作りの部屋で、ろうそくなど火の気もない部屋の板敷きの上にある布団にくるまって寝るだけでした。冬は朝起きると布団に霜柱が立っていたらしく、そういった過酷な環境でも仕事は休むことなく続けられました。このような生き地獄の中で命を落とした囚徒たちは一体何を思ったのでしょうか。おそらく多くの国事犯はこのような生き地獄の中で生涯を終えたのではないでしょうか。政府が敗者を残酷に罰したことは鎧塚からも想像できます。いかがでしたでしょうか。日本の近代化が進んだ中で囚徒たちの悲劇的な物語が北海道の発展につながっていたことを多くの人は知りません。雪と荒野が広がる過酷な環境の中、彼らは希望を失いながらも開拓事業に従事せざるを得ませんでした。この過酷な状況が逆に北海道の未来を切り開いたことは歴史の皮肉とも言えます。そんな彼らの苦しみと努力が今の北海道を作り上げたのです。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回。